こんにちは、赤ちゃんです。つむぎです。今日は面白い企画考えちゃったんですけど、しりとりって面白いじゃん。やったことある？ある。面白い。今日は10秒でしりとりをして、それが相手に伝わらなければそのものを購入です。購入？そう。やばいこと言ってる。例えばキャベツとかだったらまだいけるけどさ、なんか難しいものとかも出てくるわけじゃん。購入です。合計3品買います。だから僕が3品かもしれないし、1品2品かもしれないし、間違えるまでやるので確実に3品は買います。すごい動画だなじゃあまず一回10秒で絵描いてみよう。練習で一旦で、まあ3色ちょうどあるから伝えやすさ的にも使っていいことにしよう。分かった。よーい、スタート。カウンティング begin 9 8 7。余裕じゃん。リンゴ。はい、じゃあ次5ですね。じゃあいきます。よーい、スタート。カウンティング begin 9 8 7 6 5 4 3 2 1。いくよ。うん、ゴルフ。はい、正解。待って難しい。うわ、これちょっと僕やばいかも。よーい、スタート。カウンティング begin 9 8 7 6 5 4 3 2 1。カウントダウン has finished。 待って、マジでわかんないんだけど。はい、フでしょ。ちょっとねえ、でマジでわかんない。フわかるでしょ。え、ねえ、待って、本当にわかんないんだけど、わかりますかこれ皆さん。え、マジでわかんない。見た目のまんまじゃん。何に見えるの？え、なんか鳥？でも、フからの鳥なんているって感じ。鳩でもないし、ヒヨコでもないし。ちゃんと形を見て。何この角って感じなんだけど。え、待って、本当にわかんない。あー、もうダメだ、僕。え、これ何？正解は？フクロウ。フクロウ？うん。袋を買うんだよ。そうなるんだよ。いや、これは勝った人高校の方がいいと思う。分かった、いきます。はい、最初はグッジャンケンポイ。つむちゃんからです。じゃあ今回のお題は10秒しりとりなので、10秒のう。う？分かった。はい、よーい、スタート。9 8 7 6 5 4。これはうさぎ。はい、正解です。待って、ギー難しいんだけど。ちょっとごめん、私もうーはもうこれしか出てこなかった、申し訳ないけど。ちょっと待って、ギーやばい。10秒で表現できない気がするんだよな。じゃあいきますよ、よーい、スタート。カウンティング begin 9 8 7 6 5 4。何そのリアクション、やめて。Countdown has finished。 もうこれやばいんだけど。はい、ね、お願いだよ。え、でも分かったこれ分かんなかったら僕さ破産しちゃうから。いや、分かりました。これはいくよ。うん、銀行。あー、よかった。なんか途中さ、家みたいなリアクションしててさ、でもなんか最初でもお金書いた時にはって思って、そう、怖いんだよその歯が。なんだけど建物書いた時に、あ、お金を扱うところだな、じゃあ銀行だなって分かった。セーフ。もう怖いう、またうでしょ。うだってたくさんあるよ。待って、オッケー、よーい、スタート。カウンティング begin 9 8 7 6 5 4 countdown has finished。 オッケー、これです。牛。はい、正解。嬉しい。これ外したらさ、うん、牛飼わなきゃいけなくなるからね。いや、牛飼わなきゃいけない本当に自信ないとさ、うん、できない行為だと思う、これは。そうだね、自信があるからこそ絵にね、描けたね、今のは。うわ、これ一回一回が怖すぎる。結構緊張するね。 OK、 いきますよ、よーい、スタート。カウンティング begin 9 8 7 6 5 4 3 2 1。え、わかるでしょこれ。わかるんだけど。え、ちっさ。いや、10秒だからね。大きく書いてたらはみ出てるこれ。まあ確かに頭いいね。あ、そっかそっか。いきますよ、シマウマ。あ、よかったな。マでしょ。マクラ。ラッパ。パイナップル。ルーレット。扉。ラクダ。団子。ゴキブリ。リス。スイカ。カボチャ。チャーだから、いや、そうだね、嫌だね。いきますよ、はい、よーい、ダン。カウンティング begin 9 8 7 6 5 4 3 2 1。
2 1はい。え、待って、嫌だよ。嫌でしょ、これで。嫌ねえ、マジで言ってる、これかなってのはあるよ。それだよ。え、でも、え、その絵はこれですかって。それなんだよ。で、怖いんだけど。それなんだよ。じゃあ、せーのでよ。うん、せーの、焼き鳥。え、もう絶対おでんじゃん。いや、三角は間違えたなと思った。あの、10秒のところで、うん、そこの判断は鈍っちゃった。なるほどね。うん。まあ、でもよかった、そう。くしで伝わりました。セーフ。あー、怖い怖い。旅行、馬、マイク、クジラ、ラムネ、猫、コップ、プレゼント、トンボ、帽子。終わらないね。まあまあまあ。ここまでいけるとは、5秒にしましょう。私、思いついてるんだけど絶対に書けないの。でもこれ書いて当たったらすごい。で、私が損をするかもしれない。頑張ろう。いきますよ。はい、よーい、スタート。やばい。何？あ、でも分かった。私、本当にこれしか思いつかなくて。分かったよ、でも。じゃあ、伊勢のでいく、うん、せーの、心臓。伝わった、これで。これ使えばよかったじゃん。なんてやん。いや、5秒ね、焦る。だってもう、4、3、2、1。はい、うです。はい、ちょっと待ってね、これほんと集中しないとね。よーい、スタート。 Counting begin 4 3 2 1。 Countdown has finished。 やばい、とうとうマジでわからんの来た。うでしょ。マジでわからんやつ来た。ほんとにこう向き。そう。皆さん、わかりますか、これ。とうとう、もう5秒にした瞬間、マジでわからなくなった。余計だったかな。丸も意味わかんないし、これも意味わかんないの。あー、そっか。ギブ。答えは、うまい棒。棒だけ書こうとしたら、何かわかんないなと思って、袋を書こうと思ったら、ちょっと難しかった。袋とうまい棒がつながってるってこと。うまい棒の袋を破ってるのを、絵で表現できなかった、僕の絵心じゃ。なるほど。っていう感じで、うまい棒購入です。イエーイ。残り2品。じゃあ、いきますよ。私も思いつきました。はい。梅干し。椎茸。けん玉。マリオ。お風呂。ろうそく。靴。釣り。料理。リーゼント。トンカチ。チーズ。ズワイガニ。肉。クリスマス。次の本当につむちゃん信じるね。わかった。よーい、スタート。 Counting begin 4 3 2 1。 Countdown has finished。 ちょっと一緒に答えよう。せーの、スルメイカ。え、スルメイカじゃないの。そんな落とし穴が。購入。カン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 。うまい棒とスルメ。でも、食べ物じゃん、いいじゃん。食べるよ、大丈夫だよ。じゃ、スルメのメでいい。メガネ。ネズミ。ミミ。三日月。着物。ノコギリ。買いたくないよ。今、五平餅に見えてさ。やめて。もうね、これね、ちょっと賭けに出ます、私。いきます。よーい、スタート。やばい。気持ち悪い、これは。本当に気持ち悪いものを書いてる。一斉ので、竜。竜買うって何も。もう何。何をどうして竜を買えばいいか分からんね。竜よく出てきたね。そう。でもね、私ね、レッグーザとか結構好きなんですよね。海、ミミズ、ズッキーニ、ニワトリ、リコーダー、ダンス、スズメ、メダカ、カメ、目、目玉親父、自転車、や、野球、ウミガメ、綿棒、浮き輪、ワニ、ミジー。うわ、つぶちゃんやばいこれ。え、ちょっとね、冒険に出るわ。当ててほしい。よーい、スタート。Counting begin 4 3 2 1。はい、ちょっとね、失敗した。これやばいんじゃない。これ失敗した。これちょっとやばいんじゃない、つむちゃん。いや、でも分かってほしいな。なんか全体的に線がふにゃふにゃなんだよな。いや、でも俺ね、ちょっとマジで挑戦だったんだな。でも、もうそれしか出てこなかった。初めてミスした。うわ、そこにそれ書きたくないのにっていうのを書いちゃった。あるよね、僕もある。そう、全然分かんないこれ。まあ、じゃあ一応ミスかもしんないけど、二文字目までちょうだい。じん、神社。何？何？人？人？正解は、人生ゲームでした。いやいやいや、いやいやいや、これルーレット。いやいやいや、これこう広げた状態で。で、ここの線がいらなかったなと思って、ここ。こうしたらもうちょっとルーレットっぽくない？うわ、人生ゲーム、いらな。いや、でも、いや、友達がお泊まり来た時にさ、使うかもしれんじゃん。終わりました。じゃあ、僕が、うまい棒とスルメ。私が、人生ゲーム。はい、
面白かったと思った方はぜひ高評価お願いします。そして人生ゲーム買っちゃったつむちゃんの動画は概要欄にあるのでぜひ遊びに行ってください。よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。